はい、こんにちは。暑いですね。石井です。ご紹介に預かりました石井です。今日はですね、この脳を読み脳を作るというタイトルでお話しさせていただきたいというふうに思ってます。で、これは皆さん方にお渡しした資料に書いてあるんですけど、僕らのですね、人間の脳っていうのは大体、これちゃんと数えた人一人もいないですけど、数百億個とも言われると、神経細胞からできていまして、それ自体、小さな宇宙であるというふうに言い方をしているわけです。で、細胞が活動し、その関係性が変わることでですね、僕らは考え、そして学ぶことができるというわけです。だから皆さん方は学んでるんだと思いますが、その時はですね、この神経細胞の関係性が変わるわけですね。で、この各々の神経細胞の活動というのは見ることはなかなかできないんですが、その集まりの活動というのはですね、見ることができます。そして例えばそれをコンピューターの入力にすることができると、この部分を脳を読むという言い方をしているわけです。そして、小さな動物の脳であればですね、顕微鏡を用いてその細胞の関係性ですね、つながり具合ですが、それを調べることができます。大きな計算機を使えばその関係性を用いてですね、脳がどのように動くのか分かるのかもしれませんと。だからこれは今のところ分かると言ってるわけではないですね。分かるのかもしれませんと。それを脳を作るという言い方をしているわけです。で、では内容に入りますが、脳を読むという部分ですが、それはですね、我々はブレインマシンインターフェースという言い方をしているわけです。で、ブレインマシンインターフェースとは何かというと、これ英語で書いてますが、ブレインマシンインターフェースですね。で、ブレインは脳で、マシンは機械なので、脳と機械をつなぎますと、こういう意味です。で、ブレインコンピューターインターフェースという言い方をします。その場合は機械はコンピューターになって、ブレインと、脳とコンピューターをつなぎますと、こういうことです。で、例えばどういうことかと言いますと、我々は頭の中でなんかこうイメージしたり、例えば体を動かそうとするわけですね。で、その体を動かすであろうと、例えば例えば今日は嫌なことあったなというイメージを持つのであろうと、その実態は神経細胞の活動です。ですから頭の中では神経細胞が何かやってるわけですね。で、その神経細胞のこう活動をですね、こんな感じでこうどういう形かでこう見ることができれば、それを使っていろんなことができるんじゃないかというわけですね。その時にこの神経細胞と、例えばコンピューターあるいはロボットでもいいですが、それをつなぐ部分をですね、僕らは機械学習と呼んでるわけです。で、古い言い方だとテレキネシス、だから頭で念じたら物が動きますよと、そういうことを科学の力でやりますと、そういう話ですね。で、例えばこれはこの分野 の偉大な先人であるニコリリス先生の最初の実験のムービーをお見せします。で、左側はですね、お猿さんがですね、ここにコンピューター上に画面上に映ったこの丸をですね、このジョイスティックでカーソルを動かして動かけるんですね。で、その時に実はね、お猿さんの脳活動がですね、電極によって測られています。で、要するにお猿さん頑張ってこれを当てると水がもらえるもんだから、喉が渇いてるんで頑張って追っかけるんですね。その時にそのもちろん脳はですね、この手を動かすための信号が出てるわけですよ。こういう状況でその脳活動と手の動きっていうのですね、カーソルの動きでもいいですけど、それをですね、コンピューターに取っておきます。そうするとですね、そしてこう機械学習ってやつをテクニックを使うとですね、今度はお猿さんもう手動かないですね。もう動かなくされてるんです。麻痺させられてます。今度は脳だけが動いてるんですよ。なんとかこういうのを追っかけようという手は動かない。だけれどもこのようにほら、これ脳活動だけでカーソルを動かすことができる。もう手を動かす、本当は手を動かそうとお猿さんしてるので、残念ながら手は動かないんですね。だから脳から直接コンピューターのカーソルを動かすことができると、こういうことを、ブレインマシンインターフェースと呼んでるんです。さて、機械学習なんて聞いたことがない言葉が出ましたね。最近はそういうの人工知能って言うんですけど、機械学習っていうのはちょっと難しい感じをするんだけれども、これはもう今お教えしますね。これはですね、2度あることは3度ある、みんなよく知ってることわざですよね。それを使っています。例えば実際後でご覧に入れますが、この人間がですね、脳活動で車椅子を動かすということを僕らやってるんですけど、その時にどうやってこれをやるかというとですね、あらかじめこの人にですね、右に行きたい時っていうのと左に行きたい時っていうのをやってもらってるんですね。そうするとこの人、右に行きたい時でなんか右に行きたいという脳活動が多分出るんでしょうね。左に行きたい時は左に行きたいという脳活動が多分出るんでしょうね。
でそれはこっち側が右に行きたいときにはこうやってください、左に行きたいときはやってくださいということが分かってるから、正解は分かってるんですよ。だからその正解付きのデータをあらかじめ持っておいて、これをデータベースっていう形でコンピューターに持っておくんですね。そうしておいて今脳活動がこう出るとですね、このデータベースにある中でどれに似てるのかというのを調べるんです。そうすると例えばこれだったら左をやってくださいって言った時の脳活動全部似てたんですね。だからあそうか、この脳活動は左に行きたいんだ、こういうことです。だから2度あることは3度ある、3度目も左だと、ね、この場合はまあ9度あったから10度目も左っていう、まあ、そういう発想なわけです。こういうことはですね、きっと僕らもこの脳活動があって体が動くわけですよ。でその2つの関係性をコンピューターが代わりにやっているというふうに見なすから、僕らが学習するんじゃなくて機械が学習する、だから機械学習、こういうふうに呼んでるわけです。機械学習は覚えてくださいね、2度あることは3度あるということです。じゃあその2度あることは3度あるで、実はロボット動かせるんですかっていうと、例えばこれなんかはですね、お猿さん最初はこう手で動かしてるんですけど、だんだん脳活動だけで動かせるようになって、機械学習しちゃうからですけど、で実際この3次元のロボットアームを使ってですね、この最初の位置から、ものを取ってですね、そして自分の口に、食べ物をですね持っていくというのをこう脳活動でロボットアームを動かして食べることができるというわけですね。でそういう時にじゃあ脳活動はどうやって取ってるんだっていうわけですけど、ちょっとかわいそうですが頭の中にですね電極っていうのを埋め込むんですね。でこの電極っていうのは、皆さん方生け花とかやってる人は分かりますが、生け花ってこうお花刺す時にこんな中トゲトゲがあるやつにこう刺していきますよね。あのトゲトゲのことを剣山って言いますけど、それをちょうど逆向きにしたみたいな感じでグッて入れるんですね。こういうの剣山型電極という言い方、もっとちゃんとフォーマルに言うと、多点電極という言い方をするんですが、それに基づきましてその運動野って呼ばれているところは、それは僕の身体を制御する脳の部位なんですけど、その活動と例えばロボットの位置というものを2度あることは3度ある、ちょっとこう 数式出てますけど、それによって学習しておいて、次からは脳活動だけから、ロボットを動かすと、こういうことをやってるわけです。でじゃあロボお猿さん動かせるようになるんだねというわけなんですが、じゃあ人間に使えるんですかっていうとですね、実は人間にも使えまして、とは言ってもちゃんとした体が動かない人とかそういう患者さんじゃないとこういう実験はできないんですね。でこの方はシシマシと言いまして、手足が動かないんですね。そういう方がですねロボットアームを動かして水を飲むことができるという、そういう、これドイツのグループの研究ですが、水じゃないコーヒーですね。これコーヒーがこういうビーチに入ってまして、この方こいつをですね動かして、ここにちょっと見ていただくと分かりますが電極が入っているというわけです。なかなかこれは最初なんですね、トライアル1っていう。というわけですね。で、この後ちょっと続きがあるので、この人すごい喜ぶっていうシーンがあるんですね。だやっぱりそのできないことができるようになるというのは素晴らしいことなんで、そういうふうにして少しずつできることが増えていくっていうふうにも考えることができます。で、今みたいな話はやっぱりその医療応用用だから、体の悪い人じゃないと使えないわけですけれども、じゃあその普通の人が使えるようなものはあるんですかっていうわけで、そういうのは僕らコミュニケーションのため の、BMI だというブレインマシンインターフェースだという言い方をしています。でそういう人はですね
まあ、ロボット原則ではないですが、まあ、BMI 倫理4原則という方、まあ、川田先生やさくら先生が提唱されているので、まあ、それに従ってですね、まあ、使っていこうじゃないかというわけですね。まあ、例えば何人も本人の意思に反して心を読まれてはいけないとか、あるいは制御されてはいけないとか、まあ、そういったことに配慮しながら使っていこうじゃないかというわけですね。でそういう時には頭の中に剣山を刺すことはもちろん普通の人はできないわけですから、脳の外側からですね、手術をしなくても使えるような計測器というのを使っていく必要があるわけです。で、まあ、そういった技術でどんなことができるようになるかって少し紹介したいんですが、これはATR、 当時 ATR、 今京大に移られましたが、まあ、上谷さんたちの研究です。でこれはですね、今見ているシーンが頭の中から作れますということです。で、MRI っていう皆さん方まだ若いから行ったことないと思いますけど、まあ、僕ぐらいの年になると脳ドックってやつに行ってこう測るやつなんですけどね、まあ、普通の人でも測れますが、それによってその初期視覚野というのは後ろの頭の後ろですね。で、この部分の脳活動からこう今何を見ているかというのを作り出すと、こういうことです。で、これを実際に作り出した、これ上がですね人間に見せている画像です。で下がその時の脳活動から作り出した画像でして、まあ、ちょっと遅れますけれども、まあ、大体ここだと四角がこう大体できるし、ここは十字ができるし、まあ、この逆側の四角っていうのが再現できますと。僕らはもちろん見てるわけですから、ここにその今見てるものの実体があるわけですね。だけれどもそれがその脳活動から逆に作り出すことができる。でこれはNHK とかでだいぶ報道されて、同じ上谷さんたちの研究ですが、夢が読めますというわけですね。で、寝入っぱなにですね、寝るとすぐに夢見るんですけど、すぐ起こされるんですね。で何見てましたかって聞かれて、で人間が歩いてました、車が走ってましたとか言うんですけど、それをですね答えたやつを実際に寝てる時の MRI の画像から何が映ってたかを当てますというやつですね。で大体こうその物体が入ってるか入ってないかっていうのをどっちかを決めるという問題で、デタラメだったら5割なんですけど、まあ、60% ぐらい、まあ、ちょっとだけれども一応夢の内容が分かると、まあ、こういうことです。で、これちょっと複雑なんですが、僕らはですね、ある行動を取ると次に何が起こるかって必ず予想してるわけですよ。だから例えば皆さん方自分の部屋に戻った時にですね、もうその部屋にはいないと思ってるからドア開けるんですね。でその状態でなんか変なおじさんが立ってたりするとものすごいびっくりするでしょ。だからそれは僕ら必ず予測してるからですよね。その予測してるシーンが読めるのかというわけです。で実際こんな変な迷路みたいなところに入れて人間にですね次のシーンを予測しないとできないようなことをやらせるとですね、実際予測するんですけど、その、予測はですね脳のちょっと後ろですね、頭頂のここの部分ですけど、この部分にこうケツ全部っていうところがありますけども、そういうところからまあ読めるということがこれは示しています。でとは言いましてもですね、これ最初にさっき見せたスライドなんですけど、僕らはですね脳活動っていうのは人によって違うんですよ。だから必ずさっきデータを取っておきます、それによって機械学習しますと言ってるんですけれども、それはその人のデータじゃないとダメなんですね。そうするとそのやっぱり何回かやってもらわなきゃいけないから、当然すぐに使ってもらうっていうのはできないわけですよ。だから、他の人の脳活動でもできるようにしてくださいっていうのが一つ課題としてあるわけですね。だからそうしないとなかなか普通の人には使ってもらえないということになります。でこれは非常に複雑なんですが、僕らの右に行きたい左に行きたいみたいなものはですね、右っていう脳活動があるわけではなくて、左っていう脳活動があるんじゃなくって、その右でもねいろいろなパターンを組み合わせて表現されてるんですよ。で実はですね、右のパターン左のパターンみたいなものは個人ごとなんですけれども、その組み合わせのパターン一つ一つのもっと小さなパターンですね、それはですねあんまり個人差がないんです。だからここではですね、そういうそのちっちゃなパターン、それを単語と呼びますが、その単語を集めて辞書、これは人によって変わらない。だから辞書からその人なりの辞書の引き方ですね、その部分だけデータを取って学習すれば他の人の脳活動でも使えると
ということを見出したわけです。で、もう一つのやり方はですね、いろんな人の脳活動をうわーっと集めとけば、まあ、その中に似てる人がきっといるわけですよ。だから、まあ、そのやり方はどうだっていうわけですね。で、それもまあやってみたというわけですね。で、これ人工知能という、まあ、最近ちょっと新聞とかでよく出てきてますが、もっと僕らの専門用語だと深層学習っていうんですけど、まあ、それを使ってですね、たくさんの人の脳活動をわーっと学習させちゃうわけですね。そうするとだんだんこう、これは MRI で、何をやってるか、まあ、情動タスクとか言語タスクとか運動タスクとか、まあ、いろいろあるんですけど、それのどれをやってるのかって脳活動だけから決めてくれという問題をやるとですね、まあ、最初はこれ10人です。横軸10人のデータを使った場合は、まあ、40何パーセントぐらいしか分かんないんだけど、だんだん増やしていくと200人ぐらい使うと50何パーセントで、これ480人使うと60% 近く何をやってるかが分かるというわけですね。で、これずっと伸ばしていくと、いつになったら100になるのってうちの学生に計算させたらですね、地球の人口を、超えてますと、先生。だから地球上のデータを集めてもダメですって言われて、ああそうか、まあ、そりゃそうだろうな、ちょっとノイズがありますからね、必ずね。絶対 100% なんてのはできないわけです。まあ、そういうことが分かりましたというですね。で、じゃあですね、今みたいな MRI ですよ。MRI 高性能ですね。まあ、高い、お金もかかる、体もこうほぼ動かないわけですね。もっと動き回りながら使えないんですかっていうわけですけど、そういうのもあります。例えば脳波ってやつですね。脳波っていうのは何かと言いますと、皆さん方がこう例えば何かをやるときにはですね、頭の中の神経細胞っていうのがこう活動するんですね。そうするとですね、正確には高シナプス電位と言いますけれども、要するにシナプスというところを過ぎてこの細胞にですね、電圧が上がるんですね。電圧が上がるとですね、電流が流れるわけです。それを打ち消すために。で、その電流が常に、ちょっとずつ流れてるわけですね。で、その重ね合わせとして出るのが脳波でありまして、常に揺らいでるんですよね。で、これはこの頭皮とか頭蓋骨とかいうのを超えてもちょっとだけ測れる、非常に微弱ですけど、だけれども神経細胞がですね、100万個単位で一斉に同期してやるとですね、これがね、外からでもちょっとだけその差分が分かる、そういう仕掛けです。で、僕らが何かをやるときでやっぱ100万個単位のですね、神経細胞が同期に活動するんですね。それを測ることができる。もう一個のやり方は近赤外分光計測っていうんですけど、ちょっと難しいですね。ここからですね、近赤外光というものをですね、レーザーでこう照射するんですね。そうするとこれはですね、頭蓋を通り抜けるんです。通り抜けてこの脳の中に入るんですが、その後こう乱反射しててこの辺から出てくるんです。ひょろひょろって。出てくる時にですね、光が通ってる間にそのヘモグロビンがつい、酸素がついたヘモグロビンと酸素がついてないヘモグロビンとではですね、急光係数というか光が吸収されるんですが、それは違うんですよ。で、脳が活動するとそのヘモグロビンのついた酸素がついたヘモグロビンをこう送り込まなきゃいけないから、まあ要するにそのパターンが変わるわけですね。そのパターンの違いで脳の活動を見ますと、まあ、そういうやり方です。で、こういうのを使えば、その MRI なんか使わなくても、ブレインマシンインターフェースはできるんじゃないか。皆さんは将来こんなことができたら便利だと思いますか？例えば、部屋の中が暑いと思ったら、リモコンを使うことなく、自動でエアコンが動いたり、両手に荷物を抱えながら車のドアを開けたり、そんな時、念じるだけでトランクやドアが開いたり、そして、いろいろな家事を同時にこなしたいと思うだけで、ロボットが手伝ってくれたら助かります。このように、考えるだけで機械を制御する技術は、ブレインマシンインターフェースと呼ばれ、世界各国で研究が盛んに行われています。これじゃんけんポンを MRI の中でやるんですね。じゃんけんポンするのだって手を動かさなきゃいけないから。人が手を動かす時の脳の微細な変化を捉えて、
ロボットハンドに同じ動作をさせる指示を出すことができました。パーにありました。まあそういうやつですね。でこれがさっき紹介した脳波と近赤外分光計測ですね、組み合わせです。こんなになってますね。大きい装置ですよ。あらかじめデータ取っておくんですね。こういうパターンをやってくださいって頭の中で念じるわけです。右手を動かすイメージをしてください。使用者はカードに書いてある体の一部分を動かす姿を想像します。そして体を一切動かしません。この時の脳活動に伴う脳波と脳血流の変化を同時計測、データをリアルタイムで解析して結果を導き出します。はい、結果を受け取りました。間違いなく思います。右目。まあそういうムービーで、それが2009年だったんですね。これ2011年ぐらいに僕らが脳波で、車椅子を動かすという、これ脳波系です。さっきよりもちょっとちっちゃくなってますね。で、これ家の中なんですけど、家の中、狭いですけれども、さっき言った右とか左っていうのを、あらかじめ取っておいて、今の脳活動がどれに近いかっていうので、2度あることは3度あるで、車椅子を動かすっていう、そういう話ですね。もっと生活に応用できないか。2012年、でこれはですね、もうロボットの技術も使ってまして、ここにセンサーがありまして、今どこにいるのかっていうのを赤外線でセンシングしながら場所を決めて、その場所において、軌道っていうのかな、ロボットの動き、車椅子ですけど、車椅子の動きをあらかじめ作っておいて、それを自動的に動かしながら脳でも動かします。この部分は段差があるので、家から帰ってきたんですね、段差を持ち上げるんです。これも自動で動きます。でここにセンサーありますね。このセンサーでこの壁は狭いですけど、そこを取り抜けます。でこのここの壁を取り抜けるのは、壁じゃない、入り口を通り抜けるのは、そのロボット制御の技術でやってるんですけど、その時に脳活動で通ってまして、外から帰ってきたから暑いっていうんで、エアコンをオンしようとしてるわけですね。これ全部実時間です。これは近赤外で、これは今度はこの人どこに行くのかっていうのを決めるんですね。左をイメージするとテレビの前に行く、右をイメージするとキッチンに行くんですけど、左に行ってくれと頼んであります。これは脳波で読みます。でテレビは、これテレビは自動的につけてるんですけど、テレビのチャンネルを変えるのをですね、脳波でやります。これはなんか NHK の方が来たから、NHK 総合と教育、俺は教育テレビをつけてくれと。でこの家はですね、センサーがいっぱいついてるんですね、未来の住宅みたいなもんですけど、そのセンサーを使えばですね、安全に動かすことができます。例えばこの人はこの後寝室に行くんですけども、実は寝室に人がいるんですね。その前に行くとぶつかります、危ない。だけれども家が一種のロボットですから、そのロボットの目を使って人がいるということを今検知してて動かさないんですね。この人出てくると安全性が確保されたということで、これは今家がモニタリングしているわけですね。人の状態であるとか、あるいはこの車椅子がどこにあるのか、どっちを向いているのかとかですね。
まあ、この後ありますけど、まあ、もう省略と。で、2014年です。人間の脳と機械とをつなぐ技術がブレインマシンインターフェース BMI です。最近では特に脳からの情報をコンピューターを今までのやつはですね、強く念じるっていうやつですよね。そのイメージをしてくださいって言って、あらかじめあのかなり強い、まあ、脳活動を出してるわけです。でも僕らは別に強く念じなくても手は動きますよね。当然ながら手を動く時の脳活動ってあるんですね。それを読みます。国際電気通信基礎技術研究所 ATR などの研究グループは、総務省の委託研究で体の不自由な人などの生活を支援することを目的としたブレインマシンインターフェースを開発しました。実験のために建設された BMI ハウス、これはあのネットワーク型の通信環境を使って木造建築なんですね。日本の家だから実環境実験設備です。でも実験をやっていただきまして、まあ、立派な家ですよ。平屋です。二世帯住宅、まあ、そういったデータベースに基づきましてブレインマシンインターフェースとするという研究を行っております。この男性が頭につけてこのセンサーはミルスと呼ばれる光計測と脳波計と両方で測るんですけど、こんなにちっちゃくなりました。もうほとんど帽子ですね。では実際に見てみましょう。男性が手に持っているのは、あ、ニット帽をかぶっているのは光を遮るためです。光で測ってますから。こう手をか、これあのリモコンじゃないんですよね。本なんですよ。本をこう前にこう出すとこうテレビをつけたいんだろうということが分かるんで、あのテレビつけますっていう、まあ、そういうことですね。そのままですね、だから本だろうと何だろうとリモコンになる。さまざまな毎週生体ノイズの除去ですとか、いろんなことを行われて、まあ、解読結果を溜め込ん でその中で一番、まあ、最もらしいものをこちらのサーバーに転送して送ります。その脳情報の特徴からどういう動作と連動した脳活動なのかを、あらかじめ蓄積してある脳活動のパターンと比較しながら解析して、自動的に答えを判定。それをもとに室内の照明や空調などの制御を行っているのです。さらに例えば同じ本なんですけど、エアコンをつけるときはエアコンでちょっと高いところありますよね。だからちょっとだけあの腕の制御違うわけですよ。それを使うと、まあ、あのエアコンもつけるし、例えば本を読みたいときには照明もつけると、まあ、そういうことで、まあ、あの BMI 技術というのはもともとは運動とか、まあ、今意図とかで僕ら今感情とかそういうのを研究してますが、その先にはですね、まあ、思考とかより人間らしいあの豊かなあの情報があるので、まあ、そういったものをですね使っていろいろ、まあ、人間生活を便利にしようじゃないかということをやってるというわけであります。これは前半なんですが、じゃあもうあのいきなり後半に行きますが、脳を作るという部分ですが、これはですね、僕らは全脳シミュレーションへの道というふうにあの呼んでいるわけです。で、ちょっとだけ難しい話をいたしますね。実はですね、シミュレーションというのは脳活動をコンピューターの上で再現してみせますという、そういうことです。で、これはですね、実は別に新しい概念ではなくてですね、まあ、60数年の長い歴史を持っているわけです。で、まあまあ、その創始者とも言われているこのホジキンさんとハクスレーさんですが、イカっていうのはですね、あの神経がすごい太いんですね。その神経細胞が太いんだから実験しやすいということで、その神経細胞におけるまあイオンの透過性というものを研究し、まあ、あのノーベル賞をもらったわけです。で、なんで我々は神経細胞と活動するんですかと、まあ、そういう話をちょっとだけいたしますと、これ化学の知識をちょっとだけ使いますが、これあの水の中で例えばあの食塩だったら NA+ と Cl- というのに、まあ、あのイオンとして分離するわけですね。皆さんよくご存知だと思いますけど、その時にですね、両方、例えばこれあのこっちが神経細胞の内側で外側ってイメージなんですけど、神経細胞の外側は海なんで、ナトリウムイオンも塩素イオンもすごいいっぱいあるんですね。でところがですね、これ電気的には釣り合ってるんで、細胞の中でも釣り合ってたりすると、ここの間には何も差はありません。両方電気的に中性ですというわけですね。ところがここに穴ぼこがボカーンと開いたとしますね。
そうするとですね、まあ、浸透圧って聞いたことあるかもしれませんが、それによってですね、濃度は同じになるんですね。要するに濃い塩水がこっちに入ってきて、薄い塩水と混じったら同じ濃度になりますよって、こういうことですね。この場合も当然ながら釣り合ってるんだら何も起こりません。ところがですね、実際の神経細胞というのはの膜って、まあ細胞膜っていうのはこのある陽イオンだけを通すんですね。だけとは言いませんが、大体そうすると何が起こるかというと、この陰イオンは通らない代わりに陽イオンがちょっとだけこっちにこう濃度が高いものとか出ちゃうんですね。そうするとこれプラスの電荷を持ってるから、ここにちょっとだけプラスの電荷がたまるんですよ。でこっちプラス、こっちマイナスみたいになる。そうするとこれ電気的な平衡状態が崩れて、ここに差が出るんですね。これが、細胞膜電位っていうやつです。だから神経細胞はそうやって外と違う膜電位状態にしてるんです。これが神経細胞が今から発火できますよ、活動できますよっていうその状態なんですね。その状態 においてですね、細胞膜にはイオンチャンネルっていうのがありまして、このイオンチャンネルがですね、この細胞の中の状態に応じて開いたり閉まったりするんですね。で、開くとですね、その自分のお得意のですね、イオンだけを通すんです。例えばこれはナトリウムチャンネルってやつで、これカリウムチャンネルってイメージなんですけど、細胞内がある状態になるとこいつら開きまして、そうするとこういうふうに濃度差に応じてあのイオンが入ったり出たりするんですね。これが神経細胞が活動するっていう、まあ、トリガーなんですね。でその後しばらくするとこう閉じちゃう。まあ、そういうことでまたその後ポンプってやつでまた元の状態に戻ると、そういうことですね。でホジキンさんとハックスレーさんはこの、イオンの通りやすさですね、透過性ですね、それはですね膜電位 によるということを見出したんですね。でもこれ細かくなるんでもう説明いたしませんが、細胞の状態によって通りやすさが変わっていく。しかも時間、これ横軸時間なんですね、時間方向によっても変わる。だから細胞の中の状態と時間によって通りやすさが変わっていくんだということを見出したんです、イカの神経を使って。でこの通りやすさの時間的な変化っていうのは数学で書けまして、でホジキンさんとハックスはこの形をじーっと見てですね、こんな数学式で書けるんじゃないかっていうのを提唱したんですね。例えばこれカリウムイオンの通りやすさなんですけど、なんか N4 乗っていうか、まあ、N っていうのはこうなんかこんなこういうこういうやつあの なだらかに前倾するようなあの関数なんですけど、それをこう 4回同じものをかけるとこんな形でなんか似てると。でナトリウムはこう上がって下がるという傾向なんですけど、それを直接表現するのはなかなか難しいんだけど、この M3 乗というのと H というのを両かけて M3 乗 H とやるとこんな感じになるんで、あのこの形に似てるぞというのを見出したんですね。そうするとおっと、これは数式でかけたんだからそれは計算できるわけですよ、コンピューターで。で実際は非常に複雑な数式なんで、あの僕らは手で計算するのはなかなか大変なんですけど、当時の、まあ、コンピューター、手回し計算機っていう言われてますけども、それで計算してみると、こっち実際の神経の発火ですね、ある、まあ、ゼロ時点からこういうある細胞内の状態にすると神経っていうのは興奮するんですね。そして元に戻るどころか、あの元のよりももっと低い電圧に下がるんですけど、まあ、そういう現象をこれは計算機です、計算機の上で再現してみせた、こうですね、ソリューションオブイクエーション26という数式を計算しましたと書いてあるんです、コンピューターで。だから数学的に表現されるとコンピューターで計算できます。これがシミュレーションです。で、じゃあそれやって別に再現するだけなら簡単じゃないかって思うかもしれませんが、実はですね、ホジキンさんとハックスレーさんはイオンチャンネルっていうのがまああるんだろうと思ってたんだと思いますけど、それをちゃんと証明したわけじゃないんですね。でだけどもこう数学的に合うから多分あるんだろうと予言したわけです。で実際にですね、その後ですね、このイオンチャンネルを実際にあるということを証明した人がいるんですね。その証明した人もやっぱりノーベル賞もらってるわけです、まあ、バート・ザックマン先生ですけど、この辺ありますが、イオンチャンネルの機能を決めたとこう書いてあります、まあ、そうやってノーベル賞もらったというわけですね。だからシミュレーションによって予言するとそれが当たると、まあ、ノーベル賞、まあ、そういう話です。で1個のイカ の細胞ならまあできるわけですけど、じゃあもうこんな複雑な神経だったらどうなるんですか。もうこれもコンピューター、もうスパコンみたいなのを使うと計算できるんですね。
でまたこんなあの複雑な回路だったりすると もちろん相互作用があるからもう、複雑な動きをするわけですけど、それもコンピューターの上で再現してみせることができますというわけです。だから一個一個はさっき あの N4 乗とか言ってるやつですよ。それをもう大量にあるわけですよね。それを計算するわけです。でこのぐらいになってくるともうそろそろあのこの PC で上でもやるのはもう無理でありまして、もうでっかい計算機じゃないとダメなんですね。それを先駆けで始めたのがこのスイスのですねブルーブレインプロジェクトというわけでありまして、まあ当時のスパコンですね、ブルージン L で、これはまあこういうこれの大きいコンピューターみたいなのが8192個つながっているようなもので、まあ2007年にこれ神経細胞の集まりですよ、1万個の神経細胞がこんな複雑なネットワークなんですね。これ哺乳類 あの大脳の回路なんですけど、それをシミュレーションしてみせましたというわけです。これ2007年。さて話が変わりまして、日本が誇るスパコン K というのがありますね。ご存知かどうか分かりませんが、これはですね、今年の6月現在で世界第4位の、コンピューターですけれども、ちなみに1位は中国ですね。で、まあ、第4位なんですけど、これはですね2011年6月だから3年前4年前ですかには、ね、世界で一番速かったんです。で、まあ、どれぐらい速いかというとですね、55万個のですねこういうこれのでっかいやつみたいなものがこんな箱の中にバーッと入ってるわけですね。これを使ってですね、8.1 ペタフロップス、ちょっと分かんないと思いますね。ペタっていうのはですね、10の15乗です。だから1の後に0が15個並んでるような数字ですね。でこれどのぐらいかって分からない人にはこういう説明してるんですね。日本の借金がだいたい1ペタ円です。分かんないです。1000兆円です。だから、これはこのコンピューターは1秒間に1000兆回の計算ができます。だけれども、まあ、それはにに日本の借金ぐらいだと、まあ、大体そういうふうに覚えておいてください。でこれはですね8000兆回できるんですね。今はまあ 10の16乗計算できますけれども、この当時は8000兆回です。で、まあ、世界一ですよと。でですね、実はですね世界最大の神経シミュレーションは K がやったんですね。17億3000万個の神経細胞をつないでシミュレーションしました、ね、図に書くとほんの1点ですよ。ここは17億3000万という数なんですけど、ここに1点打つというので、K の全濃度64万個 のコンピューターを使って、まあ、計算しました。まあその時の論文ですけど、まあ、でも僕もこの辺に入れてもらってるというわけですね。でそうか、でかい計算機を使えば17億個も あの神経細胞の計算ができるんだなというわけですね。それは人間の脳ができてるってことになるんですかね。実はまだできないんですね。実はですねこれ、まあ、もう数え方にもよるんですけれども、だいたいマーモセットで、これお猿さんですね、ちっちゃなお猿さんですよ、6億個で、この辺の、まあ、これもちっちゃな猿ですけど14億個、皆さんが時々見かけるニホンザルみたいなのは60億個ぐらいあるんですね。もうずっと賢い人はですね、まあ、これ数え方によりますけど、まあ、これでは860億個ってわけですね。だから K で17億個ってまだここなんですね。まあちっちゃな猿が何とかできるかなみたいな、まあそんなレベルです。ところがですね、日本文科省はですね、K の100倍の性能ですね、10の18乗ですよ、1の後に0が18個並んでる、まあ、そのぐらいの性能を持つようなスパコンを2020年のぐらいまで作るぞというわけですね。で、まあ、それはこれをエクサフロップスと呼んでますが、それだとですね、1秒間人の脳の1秒間をですね数時間で計算できる、まだ数時間かかるということが分かります。ただし人の全脳回路のシミュレーションが計算機として可能となっても、全脳回路の結合っていうのはまだ分からないんですね。だからさっきのシミュレーションもそうだけど、まあ結合は結構デタラメに配膳してそれを動かしてるんですね。それは脳と言えるのか、多分言えないでしょうね。まあ、それを何とかしようっていうんで、ヨーロッパではその名もザ・ヒューマン・ブレイン・プロジェクトですね、人間の脳のプロジェクトというのが、まあ
2013年から始まってまして、その目的ですね、これ英語で書いてあるから下に日本語で訳してますが、人間の脳とその病態の理解、また究極的にはその計算能力を模倣することを目標とするということをヨーロッパではやってるわけです。じゃあ日本はというとですね、日本もやってまして、霊長類の脳をですね、全脳の神経回路を決めますというプロジェクトをやってます。まあ、具体的にはさっき出てきたマーモセットちゃんで、ここに書いてあるのは、これ文科省のホームページですけど、マーモセット全脳におけるニューロンレベルでの構造、要するに回路がどうなってるかというのを決めます、こういうプロジェクトやってるわけですね。それは一体どうなってるんですか。これネイチャーのビデオですけど、その脳の構造を全部決めてしまうというのをコネクトミクス、コネクションを全部調べる、ミックスってなんかその学問みたいな意味なんですけど、コネクションを全部決めるっていうわけで、コネクトミクスと呼んでるわけです。これ英語ですけど、今血管、脳の血管、脳にも血管があるんですね。血管の中からこう神経がどうなってるかってこう見上げてるわけです。こんななってる、これ実際のデータから決めてるんです。だからもう至る所神経ですね。さて、これはどうやって作ったのかって今から説明しますね。これはあのマウスの視覚野、視覚野というのはあの目の跡、ここですね。どうやってやってるのかというと、脳をこうやって切っていくんですね。そして、まあ、これはあの電子顕微鏡という顕微鏡でこう一個一個見ていくんです。そしてその後でこうコンピューターで色塗りしていくんです。これが神経細胞だとか、これ違う神経細胞、違う色で塗るんですね。そうやって重ねて、そしてそれをあのこれコンピューターとあと人間を介してこんな構造してる、ここ例えばシナプスだと、まあ、そういうことをやってる。というのをですね、片っ端からやっていくと、まあ、こんなことができると。ただしですね、電子顕微鏡というのは性能がすごくいいんですけど、 あまりにも時間がかかるわけですね。だからまあなんとか普通の他の顕微鏡でやってくれというわけですね。でだからこれあの光学顕微鏡ですね、脳もちっちゃければあるいは薄ければ光が通りますから、それを使って普通の顕微鏡で見るわけ、普通じゃないですけどね、強焦点顕微鏡という、まあ、非常に性能のいいのを測るわけですけど、そうすると右側がこの実際にこれはハエなんですね。症状ハエっていうのは皆さん食べ物にたかるハエですけど、それぐらいだと脳がちっちゃいからもう全部見えちゃうんですね、顕微鏡で。それをからですね、画像処理でコネクト、これが顕微鏡の画像ですね。でこれは2色、2つの種類の神経細胞を染めて、それを光学顕微鏡で見るんですね。これちっちゃな領域ですよ。そうやってあとこれは画像処理で一個一個神経を形を決めていくんですね。こういうちっちゃなディスクの集合体だと思って神経を追っかけるんですね。こういうのを繊維を追っかける、繊維追跡。で、まあ、これぐらいだとこんなに絡み合ってるわけですね。2種類だけですよ。本当はもっと神経山ほどあります。だからそんなのもう見れませんから、 見れませんし分離もできない。だからわざと素に染めてるんですね。そうしてこれ肺の半分ですね、こっち側にもう一個半分ありますけど、脳の形こんなんなんですけど、こういう回路になってるということがもう分かると。でまあ肺ぐらいなら顕微鏡で見れるわけですけど、じゃあ人とかそういうのは使えないんですかというとですね、まあ、これ説明は説明いたしませんが、 MRI を使うとですね、拡散テンソル画像っていうのがあって、こう水分子がどっち向きにこう動きやすいかっていうのを測ることができるんですね。それを使うとですね、水分子っていうのが神経細胞が枝を張ってる方向にしかあまり動けないものだから、実際にどの方向に神経細胞が張ってるのかっていうのを測ることができます。これがこれは、まあ、お猿さんなんですけど、これちょっと分かりにくいですけど、3次元方向なんで、神経の方向が、その3次元方向をこう色RGB でまあ、ベクトルをですね色付けして、だから大体この同じ色のところは同じ方向にこう神経がいってると見てください。
これができるとですね、この中で神経がどう張ってるのか分かる。これ人ですよ。ちょっとあの性能のいい高角度分解脳ってやつ使ってますが、人の脳はこんなになってます。大脳ってまあこんな立派なあの枝ぶりになってるわけですね。これマーモセットですね。巨大な MRI でですね測るんですね。こんな風になっているということが分かります。ではまあこれは脳の外から測っているわけですよ、MRI ですから。じゃあ大きな脳だったら光学顕微鏡で分かんないんですか。これもできるんです。どうやるかというと脳を細かく切っていって光が通るぐらいの薄さにしてですね、で測って、そしてコンピューター上でつなぎ合わせるんです。これです。でそれができるとですね、さっきのと同じような技術でコンピューターでこの繊維を追っかける。でまああのこれあのそこどうなってるのかなってコンピューターでこう持ち上げてるんですね。あ、こんなふうになってるんだ、交差してるんだ、そういうのをこう決めていく。こういうことをやればですね、脳がいつか決まるだろう。じゃあ作って何をするの？で私たちは、人間の脳に近いものが、あるいはお猿さんでもいいかもしれませんが、を作ればですね、僕らがどのようにして脳が動いているのかが分かると考えています。そしてそれができれば、それは学習する能力もあるわけですから、その学習する能力を使えば人間とか猿並みに賢い人工知能ができるんじゃないかと思ってるわけです。で、それに近いコンセプトはもうやられていまして、人工知能がアーケードゲームを学ぶと。で、アーケードゲームって皆さんは多分もう今時の方は分からないんだと思うんですね。まあ、ゲームっていうのは、家でやるか、ゲームセンターでやるもんですね。でもゲームセンターというのは私が高校3年生のぐらいの時から出始めてるんです。それより前はですね、ゲームっていうのは喫茶店にあったんです。だからあの喫茶店でゲームをやるやつは不良だったんです。でもっと前はですね、もうちょっと健康的でアーケードにあったんです。あのショッピングセンターとか、まあ、そういうとこですね。だからアーケードゲームっていうんですね。でアーケードゲームをいっぱい集めたのがありまして、そこのゲームをですね、人工知能が学習するんですね。でこの人工知能はですね、ただ普通の人工知能ではありません。一昔前の人工知能というのは、人がですね、例えばスペースインベーダーだったら、スペースインベーダーがこの辺にいるとか、あるいはその、UFO が飛んできたとか、そういうのを全部数値化して、その数値をこうコンピューターに入れて、ほら、うまくなりなさいってやってたわけですね。ところがですね、こいつはちょっと違いまして、この画像をそのまま入力にするんです。つまり、人間の目とですね、それを視覚を使う視覚情報処理ですね、脳の後ろの側ですけど、そういうところから全部人間っぽく作ってるんです。そしてまあ行動系もこれはちょっとだけ人が行動を学習するっていう仕掛けを使ってるんですね。そういうのを強化学習って言いますけど、それを組み合わせて人工知能で、要は我々がコンピューターゲームをやってるのと同じ状況で学習させる。ちなみにスペースインベーダーは私が高校1年の時に流行りまして、ずいぶんお世話になったゲームですね。喫茶店ですよ。だから不良だったわけです。で、じゃあそうやって学習した人工知能は、賢いのかというわけですけど、これはですね、そのゲームの縦軸はそのゲームの種類なんですが、横軸はそのパフォーマンスを人間と比較してるんですね。一番うまいやつがピンボールと。2500% ですね。25倍人間よりうまい。でこの辺までいくと 100% だから、これより上はですね、人間より上手なんですね。でスペースインベーダー 120% 人間負けちゃうんですね。で、そういうのを人工知能もここでは DQN と呼んでますが、そういうことができるようになったんですね。でこれが今年の1月のネイチャーに載ってる。でどこがやってるかが面白くて、 Google がやってる。 Google って知ってますか？
みんなのパソコンで検索するときにやってる会社ですね。そこがやってるんですね。で、まとめなんですけど、まあ、私たちは、まあ、脳を読みたい、これ脳のつもりなんですけど、まあ、脳ってのはどういうものかというと、入力、まあ、例えば視覚の入力っていうものを受けて、まあ、その状況ではですね、僕らはどうやって行動するのかを決める、まあ、そういう機械なわけですよ、言うてしまえば脳っていうのはね。だから脳を読むっていうのはどういうことかというと、ハックする。ハックっていうのはコンピューター用語ですね。人のコンピューター盗むの、盗み見るのをハッキングするって言います。それと同じで、これがコンピューターだと思って、それをこう、その情報を読み取ってるんですね。何を読み取ってるのかが問題で、僕らはそういうのを脳の中の小人って言ってるんですね。まあ、脳の中だって何か処理してる機械があるわけですよね。その機械の実態で未だよくわからないから、そういうのを小人って呼んでるんですね。英語ではホムンクルスと呼んでますけど、それをハッキングしてですね、体が動かない人だって動かしてあげましょう。本当はこっちなんだけれども、これができなくなっちゃってるから、この小人ちゃんの代わりをコンピューターがやってあげてですね、運動を代わりにしてあげましょう。こういう車椅子の上になんか変なロボットがついてまして、まあ、脳活動で動くんですけど、まあ、そういうことで、まあ、運動とか行動を保証してあげる、ちょっと難しい言葉ですね、代わりにやってあげるというのが脳を読むと。まあ、それによって僕らの生活をまあ豊かにしていきましょうというわけですね。じゃあ脳を作るとはどういうことか。脳の機能は同じです。それをですね、こんなでっかいコンピューターで、でですね、代わりにするんですね。で、脳の機能を真似ると。そうすると、まあ、例えばこんなことができるんだろうと僕らは思ってるわけです。これは IBM ワトソンという、まあ、あのコンピューターでありまして、あのクイズのアメリカの大会で優勝したというわけですね。だから人間よりもクイズがお得意な、あの人工知能ができたというわけです。まあ、そういうのが脳を作るというのの、まあ、あの目論みなわけですね。で、じゃあただし一つ注意しなければいけないことがありますね。それはですね、私たち自身、心とか、まあ、意識とか、そういうものが一体何であるかわからないんですね。で、昔はですね、あの心身二元論とか言っててですね、まあ、あの心と体は違うんですよというふうに言ってたんですけど、まあ、今はですね、脳の中に心があるだろうというふうに考えられています。そうするとですね、それをこう何かを見て何かをやろうとしている、まあ、心ですね、その心は一体、その心があると分かっているのは誰なんですか、そういうことです。で、さっきそれを小人ちゃんと言ったわけだから、小人ちゃんがいるんですね。これ、この小人ちゃんって誰なのというわけですね。で、それはまあ分かりません、まだ分かりませんが、その実態は分かりませんが、コンピューターがその代わりに、まあ、とりあえず役に立ってくれるかもしれませんと。またコンピューターは脳のように動かすことで、まあ、この小人の働きがですね、まあ、徐々に分かってくるんじゃないかと。そうする、それはですね、僕ら自身とは何かの理解につながるんではないかというふうに考えて研究をやっているということです。以上です。